昔から秘境と言われ自然と伝説を看板にしてきた群馬県上野村。しかし立地条件の悪さから若者をはじめ村民の数は現在昭和35年の半分2200名に減り、過疎の村としての悩みを抱えてきました。そこで過疎対策の一つとして村の 93% が森林という特殊性を生かして地場産業を作れないものかと、村長の発案で木工センターが設置されたのが昭和53年。小田原で2年間修行してきた今井正隆さんを中心にした熱心な仕事の結果、58年度の売り上げは7000万円と成長してきました。昭和57年にはセンター内にユニークなおもちゃ工場を増設。担当の中澤義久君はまだ21歳の青年。彼のアイデアで作ったおもちゃは30種類に上ります。幼児が遊べるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるのが特徴。今日も村役場と現場職員との会議が開かれています。将来は職員200人、売り上げ10億円にするのが夢。話し合いは夜遅くまで続きます。過疎の村からおもちゃ村へ、若者たちがふるさとで生活できる日が来るのもそう遠くはないようです。